中根香織帝68歳。中根香織帝大正2年1月20日は、江戸時代末期から明治時代初期にかけての日本の漢学者、随筆家。名は宿、字は、君もぐさ。幼名は蔵主。号に、皇帝、名花池などがある。本生は、曽根であり、その祖先は、海源寺に遡るという。父は、曽根ただし、母は、浅川氏。 呪者の浅川禅安は、外祖父にあたる。伊庭八郎の親友としても知られる。江戸の下屋長者町に生まれる。幼児より中根氏の養子となる。若い頃は心形刀流剣術を伊庭秀成に学ぶ。安政年間に足質をわずらって武術から遠ざかり、儒学を亀田綾瀬文科の清水淳斎、一言語と真部晋斎に教わるほか決まった死につかず自習した。 1864年に幕臣として、長州政党に従軍し、大阪に行く。1866年6月に、止め付けとして、広島に遠征。その年の暮れに、陸軍指図役金方に転任。大政奉還後の冬には、第七連隊に所属し、兵庫、大阪を経て、とは、伏見の戦いに参加して負傷した。紀州から軍艦で、江戸に戻り、 かつ回の指揮下に入る。しかし勝ちに、軍事係として戦意がないのに飽きたらず、軍事係の副長であった、高和佐守に従い、8月には軍艦に乗り込むが、暴風により、調子の黒星浦に上陸を余儀なくされ、江戸に帰る。1868年に、友人の奥骨太郎をおつの従者として、駿河にいたり、できたばかりの沼津兵学校の教官となる。 1873年に新政府に記されて、陸軍参謀局に出資、陸軍少佐に任命された。1874年の佐賀の乱では、政党軍の参謀少佐を務めた。1876年の冬に病により辞職する。文部省に総任編参官として勤務し、そこで、与田学会と知り合っている。1885年頃、当時の有力な出版社、 金鉱堂に招かれ、総主配人兼編集長といった立場になる。皇帝は新聞学の紹介に力を入れ、1887年には、双葉亭氏名、浮雲、翌年には、田辺隆子、矢部ノウと、山田微妙の小説集、夏、小立ちを発表し、さらに、金鉱堂の新雑誌、戸の花に、高田露伴の、露談を掲載する。 妻と息子に先立たれてからは今日定めず、各地を有歴し、裁判連に静岡県を津に空居する。1913年の1月に病を患って間もなく成居した。去年75、遺言によりお津の浜で仮想を営み、遺骨を残さなかった。当時の武士としては万学であったが、その趣味は、書画、俳句、洋曲、和歌、天文と多方面にわたる。 渋江中斎の妻五百0が皇帝の平洋日本知事少子を文が完結で良いという理由で常にザウに置いたという。森仙蔵は皇帝の私文を孔子の文学と評した。伊藤聖、日本文壇史、二講談社文芸文庫、1995年、P53。森外、王外先週、第六巻岩波書店、1979年、214。 p. 森千蔵、落葉加護、上中高文庫、2009年、127p.ab 皇帝、中根祝先生より、偉人天才を語る、所管天平小笠原調整長 abcd 中根祝先生を、奥府、春浦のか、追筆小笠原調整長。ありがとうございます。